それは人形だよ。血に染まってる。黒犬は子供までさらうのか。ああ、そしてマムシの兄弟に売るんだ。どこにおる。この先に野営がある。猛虎が見張ってるけどね。ならばまとめて切る。黒犬は私が殺さなきゃ。ずっと昔に機会はあった。でもできなかった。力を貸すぞ。野営に攻め入り、引きずり出してやろう。そして命乞いさせてやりたい。無様な姿で。無論だ。黒犬を始末すればアルタンも震え上がるだろう。行こう。猛虎だ。見つかったら仲間を呼ばれる。俺がやろう。見知った地なのか。槍川を出た後、鷹と来たんだ。かくまってもらえると信じてね。チンハルゴ、おい、尻尾を巻いて逃げたな。絶対に逃がさない。待て、船が沖に出ておる。あの中だろう。ほら、小舟に乗るよ。急いで。どこに行った。猛虎の悲鳴で呼び出す。Come on!
何か思い違いをしておるな。すべてアルタンの命だ。子供をさらっておるだろう。違う、あれは忘れたとは言わせないよ。私と弟の鷹を捕らえてマムシの集落に撃ったじゃないか。鷹、あれは可愛い子だったな。俺の記憶ではお前があいつを差し出したんだぞ。知っていれば。ユナ、お主が切れ。怪我はないか。早く船を降りて。もうやぞ。アルタンも我らのことに気づき、動かざるを得まい。ジェン、黒犬が言ってたこと本当なんだ。なんだと。あいつとは大綱であって飯と寝床をやるって言われたから、タカも連れて行ったんだ。気づいたら酒飲まされて眠って。タカは起きなかったけど、私は見てた。あいつを殺せばタカを救えた。でも怖くて見てるしかなかった。せめてはならぬ。こたびのことで守られた子もおろう。少し休みたい。宿に戻るよ。後で会おう。